ということでね、今日のお昼ご飯はこちらです。今回はね、サイゼリアでテイクアウトしてきました。はい、今日ね、はい、鬼滅のね、あの漫画を取りに行ったんですよ、はい、本屋さんに。そうですね。で、マックにしようと思ったんだけどね。はい、でもね、その近くにサイゼリアがあったんで、はい、もうみんなテイクアウトやってんだね。ね、初めてだよね、こんなの。美味しそう。あ、ごめんなさい。はい、こんな感じでパスタと、これなんだろう、なんかハヤシライス、カレーライス、ね、食べたい。ピザ、ピザね。あ、もう待ちきれない子がいますね。辛味チキンがあります。そうですね、これ大好きなやつ。美味しいよね。食べましょう。はい、美味しそう。はい、じゃあいただきます。いただきます。あんしん。はい、ということでね、今日の夜ご飯はこちらです。こちらは和食ですね、今日は。和食ですね、はい。昨日の残りも、真ん中のやつ、はい、昨日の残りで。そうですね、はい、かわいい。いただきます。はい、いただきます。キムリ、絆創膏してんの？どこ？あ、どうしたの手。虫刺され？なんか痒いって言ってたやつ、昼間。それで、どんどん痛くなった、うん、うん、で、どうなった？腫れちゃったの？なんか、ぷくって。嘘、蚊に刺されちゃったかな。虫刺されかな。猫のやつ。ねえ、聞いてる？虫刺されかな、りみちゃん。わかんない。わかんないか、まあいいよ。はい、いただきます。なんていう会話も。はい、じゃあ食べましょう。はい、早く食わせろ。今日のお昼ご飯はこちらです。今回は冷やし中華ということで、もう夏ですね。りみちゃん、待ってください。こんな感じです。今日は簡単にもう冷やし中華、はい、きほちゃんもね、 お手伝いしてくれました。ハム切ってくれたり、はい、カニカマ咲いてくれたりね。はい、はい、じゃあもうペコペコの人がいるので食べましょう。はい、いただきます。いただきます。取れない。うん、ごまだれだね。ね、白ダメだよ。ごめんね、白ダメなの。あ、崩しちゃっていいよね。うん。じゃあ終わりに。おいしい。おいしいね。もう暑い日が続くからね。すごい。こういうので。そうだね。うん。味噌を混ぜちゃうんだよね。すごい。どう？しおちゃん。うんうんうん。おいしい？うん。はい、じゃあちょっとね、これ食べましょう。はい、ということで、今日の夜ご飯はこちらです。今回はお肉ですね、メインが。そうです、サイコロステーキ、はい、セールで買った。はい、はい、全部 20% オフかな。そうですね。で、そのまま中のも今日の賞味期限だったので焼いちゃいました。はいはい、はい、で、これちょっとね、スンドゥブって言ってちょっと辛いやつなので、うん、しーちゃんたちは食べれる。え、うち食べれない。食べてもいいよ、辛くてもいいから。食べたい。はい、これで食べたいと思います。いただきます。はい、じゃあステーキソースか塩コショウとかで食べましょう。こっち味ついてる？それも味ついてないからかけてください。お好きな味で。はい、じゃあいただきます。はい。お腹すいたね。お腹すいたね、本当に。お腹すきすぎてやばいもん。お腹がなんか痛く、知らん。お腹がなんか満たされてないと私なんかすごいね。お腹がね、うんうん、お腹の一部が欠けるみたいな感じなの。だ。はい、今日はね、これこの機械はウームの忘年会で当たったやつだよね。はい、確かね。はい。確かね。まだ使ってなかったので、夏を待つことなく使っちゃいたいと思います。イエイ。今日あったかいしね。そうだね。うん。うまくできるかな。そうめんで、そうめん。シロ、箸にも興味あるの？うんうん、これ箸っていうの見て。見てこれ。私器用でしょ。シロコロも一緒にそうめん食べるの。暑いかな、シロコロ。大丈夫か？ね、でも涼しいね、風は。風は涼しいけどね。あ、わさび。お、わさび来ました。うん、私も食べる気満々なんだ。うん、じゃあリミちゃんが来たらやりましょう。リミちゃん来た？
リミちゃん登場。ここかな？うん。ここかな？何が？食べる場所。え、こうじゃない？こうだよね、リミ。こうだもんね、リミ。なんかあんまりあれだね、こっち流れないね、うん、なんでだろう。食べよう、食べよう、うん、後ろにあるからね。いい止まって、いいよ。ここで止まっちゃうね。うん、弱いね、弱いね。ヒットも食べな。いいの。じゃあいただきます。耳が映ってる。はい、うん、うん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 、どう？わさびある。そうめんって感じ。そうめんって感じ。そうめん、そりゃそうめんだもんね。ここがね、こう…リゼットされば、ここからこう取ってもいいです。うん、流れてます、流れてます。おー、あ、こっちか。おー、来た来た来た。一回取ったら、一回補充しないと。どうですか？美味しいですか？美味しい。家で食べるよりいいかな、うん、ベランダで食べたけど。これ意外と大変です。意外とこれ、うん、大変そう。でも流しそうめんってこれ大変だよね。大変だね。一回一回全部やんなきゃいけない。シーロン、ダメ。シーロン、シーロン、シーロンだろ。シーロンは食べれないよ。なんでシーちゃんこれ食べるの？シーロン、これここペロペロしてる。ヒロコロはね、食べれない。この辺隙間くる。いや、ダメか。ぶどうが来ました。なぜかリンゴ、大根のリンゴ。パパが剥いたリンゴ。剥いてない、切った。あ、切ったリンゴ。芯だけ抜けて、こうやって食べていいよ。なんでぶどう流してる。流してるし、ぶどう。まあいいか、涼しげで。流れるかな。流れてる、流れてる。あ、ぶどうもちゃんと這い上がったよ。つまめるのかな。流れてた。つまめるよ。いいじゃん。掴むのは難しそうだけど。2回で掴めない。食べれません。うん、美味しい？これじゃあ運動会でブドウ流しともする。運動会でめっちゃ目立つよ。みんなほらブドウあるよって。でもみんな寄ってくるかもね。でしょ？これで本当運動会したら絶対みんな寄ってくるよね。だよね。友達とか絶対来ちゃうね。みんな食べるもん。じゃあみんなで食べようみたいになっちゃうかな。絶対なるじゃん。でもダメだ今の時期。今の時期はね。今の時期みんなで固めちゃうかな。バンバン入れちゃう。はい、ということでね、今日の夜ご飯はこちらでございます。今回カレーということで、はい、私がリクエストしてカレーにしてもらいました。食べたい食べたい。普通のカレーですね。食べたい食べたい。はい、甘口。いただきます。中辛です。いただきます、はい、中辛と中辛のミックスかも。いただきます。はい、どうぞどうぞ。熱い熱い、熱い、ふふして。いただきます。はい、で今日はしおちゃんの好きなセロリもキュウリも、はい、じゃ食べましょう。